私立大学である。2009年に設置された。大学の略称は、定性または、定性短大、定短学校法人定性学園により2009年に設置された、日本の私立短期大学で、保育学科と介護福祉専攻科を置く。キャンパスは、東京都文京区内にあり、拓殖大学本部が目と鼻の先にある。学長は、奥秋子。 本学における教育理念は学問と人格の切磋琢磨、心の教育である。保育者の育成に力を入れている。系列の幼稚園での教育実習も取り入れられている。専攻科では介護福祉士の養成を取り行っている。本学は季節の保育専門学校を発展開祖する形で2009年に新設された。 保育専門学校からの短大昇格は、1981年の聖泉音楽学院短期大学以来28年ぶりのことである。専攻科別科保育学科では、保育士資格と幼稚園、教諭二種免許状が取得できる。専攻科では、介護福祉士資格が取得できる。ただし、指定保育士養成施設に認定された、大学、 短期大学、専修学校にて保育士資格取得、または、見込み者が対象となる。定性学園短期大学付属図書館、本担大の学生はもちろん、旧来の専門学校卒業生ほか地域の人にも、開放している。本学、または、全進校卒業生以外の人は一定の手続きが、必要となる。詳細は、問い合わせること。 クラブ活動一般向けの稼働や、フラダンスなどの趣味や、資格試験対策ほか、小学校教員向けのパソコン指導法の講習など、公開講座を行っている。2011年に、初めて短期大学としての卒業生が輩出された。2015年度卒業生の就職先内ち分けは、保育学科では、高私立保育所が最も高く、 全体のおよそ55%を占めている。比較して幼稚園教諭として就職した人の割合は30%強と少なめである。介護福祉専攻科修了生は一方で高齢者関連施設の介護職に就く人もいるが割合は3割足らずと少なく幼稚園教員に就いた人と近い割合である。他方 保育職に就いた人の割合は6割近く、介護福祉士養成課程を修了している割には、珍しい傾向を示す。保育学科の進学者は、卒業者数の30%弱である。進学先は、明記されていないものの、介護福祉専攻科に進学して、介護福祉士資格を目指す学生もいるものと、考えられる。介護福祉専攻科では、データ上、 進学者はいない。大学への編入学実績はまだない。ありがとうございます。